中国が日本にここまで影響を受けていたなんて信じられない。皆様お疲れ様です。パーソナリティのゆりです。地理的に近く古代より密接な関係が続いてきた日本と中国、中国より日本に伝わった漢字は現代でも社会に不可欠であり、派生して生まれたひらがなやカタカナも日常生活において欠かせないものです。一方現代においては日本から中国へと知識や技術が伝播した例は多く、中でも日本で作られた多くの漢字が中国語に取り入れられているといいます。今回紹介するのはそんな漢字に関するエピソード。とある中国人女性は祖父から、日本由来の単語がないと中国人は会話すらできないと聞いて衝撃を受けます。その後女性は何を感じたのか、早速見ていきましょう。中国人女性が日本の漢字を見て驚愕。私の名前はシンイ、21歳の中国人よ。両親と3人で暮らしているんだけど、私は小さい頃からおじいちゃん子なの。よくおじいちゃんの家に行っては2人で行うボードゲームであるシャンチーをしたりかくれんぼをして遊んでいたわ。そんなおじいちゃんももう89歳、あまり激しい運動はできないから最近は2人で座って話をすることが多いわ。中でもよく聞くのが日本の話。おじいちゃんは昔日本で暮らしていた時期もあって、昔の中国人としては珍しく反日ではないの。日本にいた頃に日本人がどんなに親切にしてくれたか、日本で食べた食事がどんなに美味しかったかをよく話してくれるわ。そんなある日、私が休みの日におじいちゃんの家でゆっくりしていると漢字の話になった。おじいちゃんは私に驚くべきことを言ったの。漢字は中国が起源だけど、日本から逆輸入された単語が多くあるって知ってるか？私は日本独自の和製漢語の存在を少しは知っていたわ。しかしそうは言っても日本から逆輸入された単語なんて少しだけだと思っていた。私がそう言うとおじいちゃんは、日本由来の単語がないと中国人は会話すらできないんだよと言ったの。私は衝撃を受けて言葉が出てこなかったけど、おじいちゃんは話を続けた。中国で日常的に使用されている言葉のおよそ8割が日本から伝わったとする意見もあるようだ。おじいちゃんの話は驚きの連続だったわ。和製漢語で中国に逆輸入されたものの中には我々の国名も含まれているんだよ。中華人民共和国の人民と共和国は元は日本語、つまり和製漢語で、元から中国語なのは中華のみなんだ。実際建国直前にこの国名を決めた時、毛沢東らは国名の3分の2が日本語になってしまうことに頭を抱えていたそう。でも他に適切な代案が思い浮かばなかったため、結局和製漢語が混じったこの国名に落ち着いたという想話が伝わっているんだ。まさか国名までが日本語由来だったなんて。おじいちゃんはさらに話した。我々中国人は毎日東洋のやり方で西洋の概念を論じ考え話しているけど、その大部分が実は日本人によってもたらされたものなんだよ。指導、社会主義、市場、経済などの単語が全て日本独自の和製漢語でできていると言ったら、これらの単語を頻繁に使っている普通の中国人は信じかねるだろうね。真意も驚いただろう。一方でこれらの単語の原産地の日本人ですらも知らない人が多いだろうから、半信半疑になるかもしれないね。おじいちゃんの話を聞いて
中国では日本語が由来の単語のほとんどが現代生活に欠かせないものであり、使用頻度の高いものだと分かったわ。それから私は家に帰って日本から逆輸入された単語について調べてみることにした。漢字は古代中国から日本に伝来したものであり、日本の長い歴史の中で日本独自の和製漢語は数多く作られてきた。そして和製漢語が増え始めたのは主に日本の歴史のうち江戸幕府の統治時代であり、1603年から始まった江戸時代だそう。和製漢語は日本に伝わった西洋の新しい概念を日本語に翻訳した頃から増加し始めたということなの。例えばオランダ語から翻訳された日本最初の本格的な翻訳医学書である解体新書は、江戸時代に西洋から輸入された書物を日本語に翻訳する作業によって生まれた。同じように明治維新後、急速な西洋化によって国の制度や思想、法律、学術、用語などが次々と英語から日本語へと和訳されていったわ。これは西洋化を推し進めるためには、日本国民が西洋文化に対する理解を深める必要があったからなの。その後、江戸時代の終わりである幕末に日本は開国し、欧米列強の最先端の技術や学問を日本に取り入れる過程でも、新しい言葉がどんどん作られて和製漢語ができていったというわけ。そしてそんな日本で生まれた和製漢語が中国で使用されるきっかけになったのは西暦1894年のこと。当時日清戦争において日本に敗北した清、つまり現在の中国は、素早く近代化を遂げた日本に学ぼうと数千人もの留学生を日本に派遣したの。清の留学生たちは積極的に日本の書物を中国語に翻訳していたそうなんだけど、この時の彼らによって和製漢語はそのままで意味の通じる便利な造語だったらしいのよ。もちろん留学生たちが独自に翻訳した単語もあった。しかし結果的には和製漢語の方が広く知れ渡ることになったということ。実は西洋文化に触れた時期は日本も中国も大差ないらしい。それなのになぜ和製漢語の方が中国でよく使用されているかを調べていくと、それには和製漢語と中国語それぞれに要因があることが分かったわ。その一つが、和製漢語の方が正確で使いやすく優雅であると高く評価されたということなの。また日本で造語を考えたのがエリート層ではなく一般市民だったため、一般の人が理解しやすい単語が多く生まれたみたい。さらに適切な訳語には音、形、意味の3要素が必要みたいなんだけど、日本人による西洋の文化の訳語には中国の文字、日本の音、西洋の意味がバランスよく揃っていたそうよ。一方で中国で和製漢語が広く知れ渡った理由として、そもそも中国では外国から入ってきた物事に対し全てに洋という文字をつけて呼んでいた時期があるの。例えば石油をヤンヨーやマッチをヤンフォー、外国語をヤンウェンなどと言っていた。しかしこれだけでは外国から入ってきた全ての物事を言い表すことは無理だった。そこで外国の言葉をそのまま取り入れたケースもあるの。その方法は2つに大別されるわ。1つ目はただ音訳したものでそのまま漢字に当てたものよ。例えばコーヒーをカーフェイ、コカ・コーラをクーコークール、サンドイッチをサンミンジーと訳したそう。2つ目は音訳に類名を加えたもの。言語を音訳してさらに意味を示す中国語をその後に付け加えたものよ。中国語はもともと一つ一つの文字が意味を表している文字体系である表意言語だから、この場合の外来語はとても分かりやすいの。例えばビールはピージューになる。ピーはビアの発音を示す漢字で、その後に類名を示す酒という漢字を付け加えているわ。
他にもサーモンはサンウェンイーと訳されているの。しかし結局中国語の母音が訳すのに制約になったことや、中国では音の美しさにこだわりすぎたことから、中国で日本の訳が受け入れられるようになったということよ。ある記事には西洋文化の概念や単語を漢字で表す機会は中国にも日本にも同様にあったが、日本の翻訳があまりに適切でうまく意味を伝えていたため、中国が翻訳した単語は生存競争で敗れたと分析したものもあった。また中国はこの100年間ほど日本由来の言葉に頼ってきたため、日本由来の単語がなければ中国の歴史も違っていただろうと指摘したものもあったわ。それにしてもどうして和製漢語はすんなりと中国人に受け入れられたのだろうか。その理由を調べてみると、和製漢語には分かりやすくて使いやすく、その上ぴったりな造語ができる条件が整っているということが分かったの。そもそも中国語では漢字一文字で表現するのが基本で、漢字二文字で表現することは少なかった。それに対して日本人は西洋の新しい言葉を積極的に漢字二文字で表現していった。しかも日本人は外国語の発音ではなく、漢字の意味から文字を組み合わせ、さらに中国語の法則に従って翻訳したらしいの。ここで言う中国語の法則とは動詞プラス目的語であり、日本語の法則は中国とは逆の目的語プラス動詞。例えば投票は日本語で票を投じるという意味になるから、日本語の法則を採用するのであれば票投としてもよかったの。でも中国語の法則に従って投票と翻訳しているというわけ。そのため中国人が見てもなんとなく意味がわかり、違和感もなかったんだって。自由な発想で日本人が翻訳し、中国の流儀に沿って作られたこれらの言葉は、戦時中に日本の書物を訳した中国人留学生にとって新鮮でありながら馴染み深いものに移ったのかもしれないわね。そして日本から逆輸入された単語の例として電話があるわ。日本から中国に電話という単語が入ってくるまでは、英語の当て字でタイライフォンという単語を使用していたらしいんだけど、それはすぐに淘汰されて日本の電話が使われるようになったの。他にも遺伝や哲学、政策、政党、支部、制裁、資本、紫外線など様々な単語が日本で生まれて中国に広まった。中でも特に驚いたのは物事の中心となる部分、または団体や会社などで中心となるものを意味する幹部という単語よ。幹部という漢語は今の中国でよく使われている。だからまさかこれが日本の言葉だとは思ってなかった。日本から伝わった漢語だと知った時は正直とても驚いたわね。逆に日本語の株式会社は中国では広まらず、中国で作られた有言公使の方が使われているといったこともあるそうよ。いずれにしても数えきれないほどの日本語が中国で使われているのは確かね。また近代以降は〇〇式や〇〇性、〇〇主義、超〇〇といった節字による造語が日本では頻繁に使われているらしいんだけど、これらも日本から中国に渡っているの。最近では日本でいうところの〇〇的という言葉が中国で〇〇のという意味で使われているわ。こういった造語の中国への波及については、親日国でもある台湾で流行ったものが中国本土でも普通に使われるようになったのが理由みたい。ここまでで私は中国の現代生活に欠かせない基本概念の多くが日本から伝わったことを知ったわ。それから調べていくうちに、私たち中国人が知らない漢字や中国語と同じ漢字だけど意味が違う日本語が多くあるということも分かった。例えば中国語には畑や峠といった漢字はないの。つまり
これらは日本人が考案した日本の漢字ということね。同じように働くという漢字も日本製よ。私はこの漢字を見たとき、中国には働くなんて漢字はないからバラバラにして考えてみたの。するとこの漢字は人が動くと書いて働くって読ませてると理解したわ。これはとても日本人らしい考え方だと思ったわね。他にも凪というのは日本では風が止まって海が穏やかな様子を意味する漢字らしい。風冠の中に止まるが入っていて一目で意味がわかるいい漢字だと思ったわ。さらに榊というのは木片に神と書くことからわかるように神と関わりの深い木のことを指すらしいの。日本特有の信仰である神道では自然を神として崇めるそうよ。また雫という漢字は滴り落ちる水滴を表現していてみずみずしさを感じさせるもの。この他にも中国人が知らない漢字はたくさんあるみたい。そして中国語と同じ漢字だけど意味が違う日本語も多くあることが分かったわ。なんと日本語と中国語の漢字の約 30% は違う意味で使われているらしいの。その一つが湯よ。日本人はこの字を見てお湯を連想するらしいわね。でも私たち中国人は湯は熱いお湯のことではなくスープを指すの。例えば白湯といえば中国では白湯スープのことよ。日本では温泉で男女を分けるために男湯女湯と表記するらしいけど、もし何も知らずに見たら男女でスープに違いがあるの？と混乱してしまいそうだわ。そして愛人という漢字は日本語では不倫相手をイメージするネガティブな単語らしいんだけど、中国語では配偶者、妻、夫を指す言葉なの。もし日本人にあなたは愛人がいますか？と聞いたらドキッとしてしまう人がいるかもしれないわね。中国では配偶者がいますか？という意味になるのにね。また老婆という漢字も日本と中国では意味が違うらしいわ。日本語では年老いたおばあさんを指すそうなんだけど、中国語では妻、奥さんのことを老婆というのよ。ちなみに旦那のことは老公というわ。日本では自分の奥さんに向かって奥さんと呼ぶことはあまりないみたいだけど、中国では自分の奥さんをラオポーと呼ぶのは一般的よ。これらを調べているうちに、私は以前ネットで日本の記事を見て戸惑ったことを思い出したわ。それは G20 がソウルで開かれた時のこと。日本の記事を紹介したそのサイトでは、菅直人元首相のことを存在感がなかったと書いていたの。この存在感という言葉を見つけた時、私はすっかり困惑してしまった。だって中国語の存在感というのは存在の知覚という意味があるのよ。だから会議で菅首相の存在感がなかったというのは、中国語では会議が開かれている時に首相の精神は会場になかったという不思議な意味になってしまうの。そんなことができるのはプラトンか老子かブッダぐらいよね。まだまだ中国と日本の漢字には意味が違うものが多くあるみたい。でも同じ意味の単語はそれ以上に多くある。私は自分でいろいろ調べたことで、おじいちゃんの言っていた日本由来の単語がないと中国人は会話すらできないという言葉は本当なんだと実感したわ。私たち中国人の中には日本をよく思っていない人もいるけど、多くの単語が日本から逆輸入していて日常的に使っているということを知っておくべきね。そして現在日本では漢字はとても重要視されているらしいわ。政府の規定で義務教育では1600の漢字を身につけることが必要で、高校では3000近くまで引き上げられ、大学では4000の習得が必要であり、教師になるためには少なくとも6000の漢字の習得が必要とのこと。しかも毎年全国で3回の国民漢字能力検定が行われるというから、日本人がいかに漢字を重視しているかがわかるわね。
日本で漢字はこれからますます重要になりそうだわ。私はいつか日本に行ってどれだけ知っている漢字があるのか実際にこの目で見てみたいと思っているの。中国の反応。日本の単語がないと中国人は全員思考停止してしまうということだね。我々の多くのものが日本の影響を受けているのは否定できないよ。現代中国語には確かに日本語に由来するものが多い。だけどそれを認めるのは恥ずかしいことじゃないよ。日本が漢字から新しい日本語を生み出せたのは結局我々の祖先である古代中国人の影響を受けてる証でもあるんだから。中国人が漢字を発明し、日本人は喜んで漢字を受け入れて多くの新しい単語を作った。中国人もまた喜んで日本人が作った新語を受け入れた。素晴らしいことじゃないか。幕末や明治時代に生まれたメイドインジャパンの言葉は中国にたくさん伝わり、今では僕たち中国人すらも見分けがつかないほど中国語に溶け込んでいるということだね。中国で反日感情が高まると日本製品を使うなと不買運動が起こるのはよくあることだけど、そんなのはおかしいと思うんだ。自分たちは日本の言葉を使っていながら他人に日本製品のボイコットを呼びかけるなんて。日本製品の不買運動をしたら困るのは我々中国人のはずだよ。まとめ。実は建国当初の中国はマルクス主義の考え方によって漢字を捨ててアルファベットのような表音文字に全面的に移行しようと考えていました。実際に中国で漢字が廃止されることはありませんでしたが、韓国は漢字を廃止してハングルに取って変わり、ベトナムではその言語はラテン文字に変わりました。しかし漢字を廃止した韓国やベトナムでは自国の伝統文化や歴史、祖先がどんどん引き裂かれ、若者が古典的な著作を学びたくても漢字がわからないために手をつけられないという事態が起こってしまっています。このようなことがないように中国や日本ではこれからも漢字を大切にしていきたいですね。コロナ禍での入国制限が撤廃されて以降、外国人観光客が日本を訪れるインバウンドが劇的に復活していると言われていますね。少し前までは東京、大阪間をめぐるゴールデンルートが日本の王道観光ルートになっていたようですが、最近ではそれ以外の場所にも行ってみたいという考えから地方に足を伸ばす人も増えているのだそう。地方都市ではゴールデンルートにはない地元の郷土料理や農村体験など地域に根付く文化を肌で感じることができることから、グローバル化が進んだ東京や大阪だけでなく日本文化を味わえるディープな地方の観光スポットも魅力的だと感じる外国人は多いようです。そんな中、近年たくさんの外国人観光客から注目を集めていると言われる場所の一つが、多彩な旅の魅力が詰まっている静岡県の伊豆エリア。日本人からも人気の高い地域ですが、実際に伊豆を訪れた外国人はどのように感じるのでしょう。今回は家族旅行で中国と日本を訪れたあるイギリス人女性のエピソードを紹介いたします。日常から離れリフレッシュし心地よい時間を過ごすために中国の海南島と日本の伊豆に行き先を絞ったようですから、詳しい内容を見てみましょう。中国と日本を旅行して大ショック。私の名前はフレア。夫と5歳になる娘と一緒にイギリスで暮らしてます。私たち家族のホリデーは多くのイギリス人と同じように毎年リゾート地に行って時間を気にせずビーチやプールで日光浴をしたり、街歩きや自然を楽しんだりしてゆっくりと過ごすスタイルです。そして夫と今年のホリデーの計画を立てようと話していた時に、ちょっと遠いけどアジアのリゾートへ行ってみようかという話になりました。
私が遠路はるばる高い航空運賃を払ってアジアまで行くのなら日本へ行きたいと提案すると、夫はせっかく日本まで行くなら中国にも行って本場の中国料理を食べてみたいと言います。確かに夫は中国料理が好き。ロンドンにとても大きな中華街があって、娘が生まれる前は二人で何度か行ったのですが、よくそこの中国料理がヨーロッパで一番おいしいと熱く語っていました。というわけでホリデーの行き先は中国と日本に決定。ビーチは外せないので調べていると、中国には東洋のハワイと呼ばれているリゾートがあることが分かりました。海南島という島なんですが、写真を見る限りではまさにハワイといった感じで、こんな場所が中国にあったなんてと感動しましたね。日本では以前イギリスの旅行雑誌で特集されているのを見て、ずっと気になっていた伊豆という地域で過ごすことにしました。私たち家族は期待に胸を膨らませ、まずは中国の海南島へ。海南島は中国大陸の南部にある温暖な気候の島です。ホテルに着くと目の前には白い砂浜と青い海が広がっていて、バルコニーからの眺めは最高でした。長い時間飛行機に乗っていましたから、娘も疲れているだろうと、初日はホテルのプールでのんびりとすることにしました。5つあるプールのうち3つが閉鎖されており、チェックインの時にそのことについての説明がなかったことが気になりましたが、使用できたプールはなかなか快適で、娘も喜んでいたのでまあいいでしょう。ホテルのスタッフもニコニコと笑顔で接してくれるので好印象です。レストランで食べた夫待望の中国料理も美味しかった。海南島ではオーソドックスな中国料理のほか、島独自の海南料理が有名らしく、海に囲まれているだけあって新鮮なシーフードが楽しめるとのこと。私と娘は海鮮があまり得意ではないので、チキンやスイーツなどを食べていましたが、夫は生の魚やカニ、アワビなども堪能してご満悦でした。翌日は遅めの朝食をとった後にビーチへ行ってみました。砂浜は白くて綺麗だったのですが、近くで見ると海は少し茶色っぽく汚れているような気がして、水着で入る気にはなれませんでしたね。だけどビーチを散歩しているだけでも癒されるし、ホテルにはくつろげるプールもあるので、これもまあいいでしょう。その日はローカルグルメを楽しむため、私たちは大きめのフードコートへと行きました。飲食スペースにあまり清潔感はありませんでしたが、アジアのフードコートとはこんなものなのかもしれません。そしてこれは小さい子供を持つ親なら分かってくれると思いますが、なかなかゆっくりと食事を楽しめないんですよね。この時も私と夫が食事をしていると、さっさと食べ終わってしまった娘が退屈そうにキョロキョロとし始め、席を一瞬離れてしまいました。そして通路を通りかかった中国人とぶつかりそうになったんです。私は急いで娘に近づき、ぶつかりそうになった中国人にごめんなさいと謝りました。するとその中国人は流暢な英語で、いえこちらこそ前をよく見ていなくてごめんなさい、体が当たらなくてよかったと言ったので、英語が話せる人なのかと安心しました。旅行ですかと聞かれたので、初めて海南島に来ていることや、何日かゆっくりした後は日本の伊豆へ行く予定だといった話をすると、その中国人は意外な話をし始めたんです。伊豆か、伊豆って静岡にあるとこだよね。一回行ったことあるけど、確かすごい田舎じゃなかったかな。どうして？ずっと海南島にいればいいのに。東京や大阪ならまだしも、あの辺はキャッシュレス化も進んでいなくてすごく不便だよ。今の時代、支払いの時に、うちは現金だけでしか支払いができないんです、なんて言われてしまって驚愕したね。最新のテクノロジーを使っているようなホテルも全然ないし、古い建物ばっかりなんだ。日本は中国よりも100倍遅れていると思った方がいい。ここで過ごした後に日本へ行くなら、より強くそう思うんじゃないかな。実際に行ったことがあるという人にここまで言われてしまうと、さすがに不安になってきました。
のんびり過ごすためにあえて日本の田舎を選択し、日本を感じられるようなホテルにしたのですが、それが裏目に出ないよう祈るばかりといった心境でしたね。その後ホテルに戻ると、私は夫の様子がおかしいことに気づきました。大丈夫？と聞くと、うん、お腹痛いと言って、ついにはトイレから出てこなくなったんです。私と娘がピンピンしているところを見ると、彼だけが食べていた生の海鮮が原因でしょうか、それとも他に理由があるのか。幸い翌日にはだいぶ回復したようですから、単に食べ過ぎが原因だったのかもしれませんが、回復したとはいえ夫のテンションは下がりました。私もホテルでのんびりしたかったので、その日はホテルのアクティビティを利用したり、バルコニーから海を眺めてお茶をしたり、食事もホテルのレストランやルームサービスにしました。レストランで食べたアメリカ流のクラブハウスサンドイッチは美味しかったですね。出てくるまでにとても時間がかかりましたが、娘は中国料理に馴染みがないこともあって、それまで食事を楽しめていなかったようなので、もうずっとサンドイッチでいいよなんて言っていました。そしてチェックインの時に、ホテルのロビーにあるバーではドリンクが無料で楽しめると説明されたことを思い出し、娘はオレンジジュースを、私たちは少しアルコール飲料を楽しみました。ですがその後になって、ホテルのスタッフに、無料なのはソフトドリンクだけですと言われ、それについてはまあいいでしょうと流すわけにもいかず、そんな説明はされていないわ、ドリンクは全て無料なのかと思ってたと言ったんです。するとそのスタッフはニコニコと笑いながら、申し訳ありません、アルコールは有料ですと言うばかり。翌日には部屋のエアコンが壊れ、修理をお願いしたんですが、ホテルのスタッフはこの時も顔に笑顔を張り付かせて、申し訳ありませんと言っていた。最初は好印象だったスタッフの笑顔も、こんな時に見るとなぜかイラッとします。しかも滞在中にエアコンは2度も壊れた。ほんの少しの不快な思いだって積み上がれば気分もめいる。このホテルや併設しているレストランのサービスは価格に見合っていないと強く感じました。私たちは海南島で1週間過ごしましたが、こんな風になんだか釈然としない気持ちが常にある日々が続き、終盤には娘も、いつうちに帰るの？もう帰りたいというようになりました。しかもチェックアウトの時に、一人のスタッフが中国語で他のスタッフに何か言っていたんですが、簡単な中国語が少しわかる夫の話では、外国人はめんどくさいねと話していたようだとのこと。これを聞いて私も帰りたくなりましたが、まだ日本へ行くという計画が残っています。中国よりも100倍遅れているらしい日本はどんなところなのか、私たちはため息混じりにその日日本の伊豆へと移動しました。静岡県の東の端にある伊豆エリアは自然景観がとにかく素晴らしく、思わずうっとりとしてしまいました。そしてリゾートホテルにチェックインし、驚いたのは室内の清潔さです。隅々まで管理が行き届いているのがすぐに分かった。確かに建物はそれほど新しくはないようでしたが、内装は新しく美しさを感じるほどで、洗練された空間が出来上がっていると感じました。翻訳アプリなどを用意していましたが、日本では中国同様、ホテルには流暢な英語を話すスタッフがいるようです。チェックインの際、ホテルのスタッフは意外にも落ち着きのある流暢な英語でした。細かくいろいろと説明してくれて、私たちだけでなく娘を気遣うような言動もたくさんありました。バルコニーから見える白い砂浜とエメラルドグリーンの海を眺めながら、私はこれはもしかしたら最高かもしれないと思ったんです。私たち家族はこの日、生まれて初めて日本の温泉というものを体験したんですよ。裸で入るということに抵抗がなかったといえば嘘で、どうしたものかと考えていたんですが、娘がさっさと服を脱いで、まだ？なんて言っているものだから、私の恥ずかしさもどこかへ行ってしまいました。そういえば娘はチェックインの時、温泉について説明しているスタッフの話を熱心に聞いていましたね。
海南島のホテルにいた時とは違い、フレンドリーな日本人のスタッフに対してすぐに心を開いたようでした。どこまで話を理解できていたのかは分かりませんが、なんとなく温泉はいいものだということは分かったのかもしれません。海を眺めながら入る温泉は本当に気持ちが良かった。最高です。私はすっかりハマってしまいました。客室の少ないホテルだったからなのか、この時は他に入ってくる人もいなくて、これまでの疲れを癒しリフレッシュすることができました。ホテルのアメニティも素晴らしいです。私たちは別に高級ホテルを選択したわけではありません。でもタオルはふかふかで柔らかく、ホテルにあるシャンプーのおかげなのか何なのか、私の髪がサラサラになったような気がする。男性用の温泉に行っていた夫もそれはそれは気に入ったようで、すっきりとした表情で、温泉とはなんて素晴らしいものなんだと絶賛していました。翌日にはホテルの前にあるビーチにも行きましたが、伊豆の海の透明度は抜群です。娘は浅瀬で水遊びをしたり、砂浜で砂遊びをしたりして、今回の旅行でこれまであまり見られなかった可愛い笑顔を私たちに向けてくれました。食事も本当に美味しいんですよね。娘は日本のフライドチキン、名前は確か唐揚げをとても気に入って、私もあまりにも美味しくてびっくりしました。チキンがあんなにジューシーだなんて。コロッケという食べ物もとても美味しかったですね。そうそう、ある時夫が金目鯛の煮付けという料理を頼んだんですが、一口食べて目を丸くして驚いていました。魚が苦手な君たちに無理に勧めたくはないんだけど、ちょっとだけ食べてみない？これは初めての味だ、魚じゃないみたいと言ってきたんです。私はどう見たって魚じゃない、頭がついたままの魚なんて怖いよと言いつつ、料理に箸を伸ばしていました。香りがとても良かったものだから。驚いたことにその料理は本当に美味しかった。魚は柔らかく少し甘みのある優しい味付け、日本の魚なら食べられると思いましたね。娘も美味しいと言っていました。伊豆は大衆食堂のようなところでも店の中は綺麗で値段もリーズナブル。海南島のレストランのようにこの食事でこんなにお金がかかるのかと驚くこともありませんでした。そして大抵のレストランのメニューに生の魚、刺身がありましたが、海南島での体験もあり、さすがの夫も最初のうちは避けていたけど、何日か伊豆で過ごすうちに伊豆という地域に対して謎の信頼感のようなものが芽生えたのか、刺身を注文するようになりました。夫は美味しい、新鮮で美味しすぎる、っていうかこのわさび何？わさびまで美味しいよと子供のようにはしゃいでいましたね。それにしてもあの中国人が言っていたことは何だったのでしょう。日本が中国よりも100倍遅れているというのは何かのジョークだったんでしょうか。私たちの泊まっているホテルは信じられないほど清潔で、トイレには最新のテクノロジーが使われています。 Wi-Fi 環境はむしろ伊豆のホテルの方がいい。キャッシュレス化されていないところもあるにはあるのかもしれませんが、少なくとも私たちが利用した場所ではどこもクレジットカードでの支払いが可能でした。私たちの旅行スタイルは観光地を忙しく巡るようなものではないので、ホテルから比較的近いところしか見ていませんが、一度レトロな建物が並ぶ美しい街を散策しましたよ。ああいった建物は古いではなく歴史があるというのです。昔の建物が今でもあれだけ綺麗に保たれているのですから、きっと丁寧にしっかりと管理されているのでしょう。街全体が一つのアートとして完成されていると感じました。まあ、あの中国人の言葉で少し期待値が下がった後に素晴らしい体験をすることができたので、サプライズとしては十分ではありましたが、シャボテン公園というところにも行きました。日本にもカピバラがいるなんてびっくり。私たちは見ることができなかったけど、冬になるとあのカピバラたちが温泉に入る様子を見られるそうですよ。他の動物たちも可愛くて娘はとても喜んでいました。とにかく
私たち家族は嫌な思いなど一度もすることなく、伊豆で素晴らしい時間を過ごすことができました。きっとまたいつかホリデーに日本を訪れることでしょう。皆さんが忘れているといけないのでもう一度言いますが、温泉は最高です。伊豆でお世話になったホテルのスタッフやレストランの店員、観光地の人々、すべての人に感謝します。ありがとう。エピソードは以上のような内容になっていました。伊豆エリアや日本の旅館に関心のある外国人は非常に多いらしく、関連投稿には海外の人々から様々なコメントが寄せられていますから、そちらもいくつか紹介いたしましょう。海外の反応。伊豆は世界で一番緯度の高いところにあるサンゴ礁が見れるから興味あるんだよね。暖かい黒潮のため、普通は東南アジアや太平洋の島々でしか見られないと思いがちな熱帯性海洋生物が周辺にかなりいるんだ。日本の旅館は客室が素敵、景色も素敵、食べ物も素敵で美味しそう。何もかもが本当に素敵。日本のこういうところもすごく好きで、毎年行きたくなるんだよね。伊豆のカピバラめちゃめちゃ可愛い。日本人は可愛いモフモフした動物が大好きだよね。気性が荒かったり絶滅危惧種だったりしなければ輸入して、その動物たちをとても大切にしている。カピバラのための温泉があるのか。そもそも日本にカピバラがいたことを初めて知ったよ。35日間日本に滞在して帰ってきたばかりですが、食べ物はかなり楽しめたけど、ホテルでばかり過ごしてました。旅館を体験しなかったことを後悔しています。最近では本格的な体験をしたいと考える旅行者が多く、日本を訪れる外国人観光客の中にもベッドではなく布団で寝たいとリクエストする人が増えているようです。旅館で人気なのは畳に布団のジャパニーズスタイルで、ダイニングのセットもローテーブルが好まれているのだとか。そしてヨーロッパ、特にイギリスの人々は無類のホリデー好き。有給休暇は年間 5,6 週間あり、その取得率は 96% という驚異的な熱の入れようなのだそう。特に学校の休みが長い夏休みとイースター休暇は国内外に旅行に出かける人たちが多く、近場の観光スポットを巡りながら綺麗な自然に浸ってゆっくりするのが定番のスタイルだと言われています。こういった旅行を求める海外の人にとって、日本の田舎は理想的な場所なのかもしれません。ホリデーのために生きていると言っても過言ではないイギリス人の発想にも興味をそそられますが、何はともあれ本物の日本の良さを味わってくれている外国人が増えているのは嬉しいことですね。ハリウッドスターに親日家が多いことはよく知られていますが、実は音楽業界においても日本が大好きな外国人ミュージシャンはたくさんいます。今回ご紹介するのは韓国人、イギリス人、フランス人の男子大学生3人による音楽談義。韓国人学生は韓国の音楽は勢いがあってすごいと主張するのですが、それに対してイギリス人とフランス人の学生は音楽がすごいのは日本だと言います。その理由として彼らが挙げたのが、親日家のミュージシャンの多さや日本人ファンの先見の明。日本が海外のミュージシャンにどのような影響を与えたのか、早速見てみましょう。海外大スターたちに日本が与えた影響。僕の名前はスンミン、21歳の韓国人大学生だ。趣味、特技は歌とダンス。大学ではダンスサークルに所属していて、韓国の人気ボーイズグループの曲とかを踊っているんだよ。そんな僕には留学生の友人が2人いてね。名前はアロンとルシアン。アロンはイギリス人、ルシアンはフランス人で、音楽好きな彼らはアマチュアバンドとして活動している。担当楽器はアロンがギターで、ルシアンがドラム。何度かライブを見に行ったことがあるけれど、2人ともプロを目指しているだけあって、かなり演奏が上手でびっくりしたよ。そんなある日、
僕たち3人はお酒を飲みながら音楽談義に花を咲かせていた。韓国の音楽って本当にすごいよな。最近はビルボードで1位を取るミュージシャンも増えているし、音楽だけではなく映画やドラマといったサブカルチャー全体に勢いを感じるよ。確かに韓国の音楽シーンは勢いがあるよね。韓国で人気の音楽ってダンスミュージックだけかと思っていたら、 FT アイランドとか CN ブルーみたいな実力派バンドも多くて驚いたよ。でも僕はやっぱり音楽がすごいのは日本だと思う。僕も同感。僕たちが憧れるミュージシャンになぜ親日家が多いのか、それを知ることはとても重要なことだと思うんだ。え？どうして日本がいいの？二人の意外な発言に僕は驚いた。スンミンが言うように音楽に限らず韓国のエンタメ産業はすごいと思う。だけど僕たちが重視している凄さっていうのはそういう部分じゃないんだよね。じゃあどういう部分だって言うんだよ。ハリウッドセレブに親日家が多いのはよく知られていることだろ。だけど実は世界的ミュージシャンにも親日家はたくさんいる。例えば僕とアロンが大好きなアメリカを代表するロックバンドのボンジョビ、彼らの親日家ぶりは日本以外のファンが嫉妬するほど凄まじいものなんだ。ロックバンドのワールドツアーは長いものだと2年以上かかる。だからツアーの初日もしくは最終日は大抵メンバーにとって馴染み深い場所、例えば出身地や活動の拠点になっている場所で行われるのが一般的。だけどボンジョビはツアーの初日か最終日のどちらかを必ず日本で行っているんだよ。彼らが親日家になったきっかけは実はデビューの時にあってさ、彼らはデビュー当初鳴かず飛ばずの状況が続いていた。だからデビュー1年目はキッスやスコーピオンズの前座としてヨーロッパや北米を回っていたのだけれど、ある時日本のロックフェスへの出演が決定。空港に着いた彼らを待っていたのはそれまでに経験したことがないような熱狂的な出迎えだったんだ。彼ら自身も最初はローリングストーンズやエアロスミスが空港に着いたのかって思うほどだったらしい。しかも日本のファンはテクニカルな面だけではなく楽曲の良さやアレンジの完成度の高さなどを評価してくれる。メンバーはみんなこの歓待ぶりに感激して、それ以来日本愛が加速していくことになったのさ。そんなのたまたま日本人の感性にデビュー曲がハマっただけじゃないのか。僕はなんとなく日本が持ち上げられていることにムッとして2人に反論した。するとルシアンはこう言ったんだ。いやいや、そんなことはないぞ。ミュージシャンなら誰でも自分が精魂込めて作った楽曲は真剣に聴いてほしいって思うはず。その点日本のオーディエンスっていうのはいつも静かに演奏に耳を傾け、演奏が終わると万雷の拍手を送ってくれるそうだ。もちろんメンバーがアクションを促せば全力でステージを盛り上げてくれるしね。そんな日本人ファンのために何かしてあげたいって思うのは当然のことさ。それにね、多くのミュージシャンが日本のファンのために日本語の曲を作っているんだよ。例えばクイーンの手を取り合って、これは彼らの5枚目のアルバム華麗なるレースに収録されたバラードなんだけれど、美しい旋律に恥じない清廉な日本語の歌詞が高く評価されているんだ。それから知る人ぞ知るイギリスのパンクロックバンドのスナッフもすごい。彼らは日本の曲を結構カバーしていて、中でもおすすめなのがテレビアニメ漫画日本昔話のエンディングテーマ人間っていいなをパンク風にアレンジした曲。あれは一丁の価値があると思うよ。あとはドイツのハードロックバンドスコーピオンズの伝説的ライブアルバムサソリ弾爆発でのパフォーマンスも忘れてはいけない。このアルバムには日本の中野サンプラザで行われたライブの音源が収録されているのだけれど、なんと彼らはそのステージで日本のクラシックである荒城の月を披露したんだ。ボーカルのクラウス・マイネの美声は哀愁を帯びたこの曲のメロディーにぴったり。
アルバム自体が世界的にヒットした上に、彼らがたびたびライブでこの曲を披露したことで、荒城の月は一躍有名なロックバラードとして知られることになったのさ。知らなかった。それから女性ミュージシャンにも新日課は多いんだよ。ああ、マドンナとか。そうだね、マドンナやレディーガガは特に有名な新日課だ。あとは世界で最も稼いでいるミュージシャンに選ばれたこともあるケイティ・ペリー。彼女の新日課ぶりはあるインタビューの答えに集約されていてね。どれくらい日本が好きなんですかという質問に対して彼女は、日本人の皮を剥ぎ取り、それをかぶって日本人になりたいくらい好きと答えているんだ。もちろんこれはジョークだけれど、彼女は少しでもオフがあると日本へ行っているみたいで、 SNS には日本観光を楽しんでいる様子がたびたびアップされているんだよ。しかも彼女が新日課になったエピソードがこれまた印象的だね。彼女は子供の頃、家族でハワイへ行った時に迷子になっちゃって、それに気づいた日本人の女の子たちが彼女を慰めてくれたんだってさ。グミをくれたり話し相手になったりして、ママが見つかるまでずっと相手をしてくれたらしい。その時の日本人の優しさが忘れられなくて、彼女は日本が大好きになったそうだよ。それなら1980年代を代表する歌姫の一人であるシンディ・ローパーのエピソードだってすごいよ。彼女の日本に関するエピソードで忘れられないのが、2011年の3月11日の東日本大震災。地震発生当日、彼女は日本行きの飛行機に乗っていたのだけれど、地震の影響で成田空港が閉鎖されたから、アメリカ軍の横田基地に着陸することになったんだ。レコード会社や日本のコンサート関係者はみんなすぐに帰国するようにと彼女を説得。ところがシンディは、こんな時だからこそ私の歌で日本を勇気づけたいと言って、3月16日からのツアーを全てチャリティーイベントに切り替えて結婚したのさ。しかも日本のメディアから一連の行動について取材を受けた時に、彼女はなんて答えたと思う？大変な時だからこそ日本に来られたことは私の人生の中でとても名誉なことだと思う。ありがとう。だってさ、これってもう完全に日本人の感性だよね。ちなみに彼女が新日課になったきっかけは、ニューヨークで食堂を経営していた鈴木さんという女性との出会い。彼女が一流ミュージシャンの仲間入りを果たしたのはかなり遅咲きで、30歳を過ぎてからなんだけれど、夢を諦めずに頑張り続けることができたのはこの鈴木さんのおかげらしいんだ。やさぐれていたシンディに、そんなことじゃダメだからって自分の店で働くように勧めた鈴木さん。いつか絶対に売れるから頑張ってと彼女はシンディを励まし続けたそうだよ。日本人は冷たいというイメージを持っている人は多いけれど、実際はそうじゃない。彼らは本当に困っている人を見捨てられない性分なんだろうね。ケイティもシンディもそういう優しい日本人に出会えたことで、日本文化に興味を持ち、日本を大好きになったというわけさ。でも大衆が求めているのはそんな個人の話じゃなくて、あくまでもセールスやミュージックビデオの視聴回数。感動的なエピソードがあるとはいえ、それだけで日本で活動したいって思うのはどうなんだ？どうしても納得できない僕はまたしても二人に反論した。ところが、いや、数字的なものだってバカにできないぞ。今でこそネット環境が整い、スマホが普及したおかげで気軽にライブ映像を見ることができるけれど、ほんの数十年前まではライブ映像というのはすごく貴重なものだった。レコード会社がビデオを作ってくれない限り、ファンがライブを見る方法はライブ会場へ足を運ぶことしかなかったんだからね。そんな中でやたらとライブを組まれていたのが日本。古くはディープパープルのライブインジャパンというライブ版があるのだけれど、それは彼らをハードロックの優に押し上げた決定的作品とも言われているんだ。
今ではレッド・ツェッペリンと並ぶ伝説的なバンドとなったディープ・パープルもアメリカでは長い間芽が出なくてね。そのアルバムがプラチナディスクを獲得し、そこで演奏されていたスモーク・オン・ザ・ウォーターが大ヒットしたことで、ようやく全米でも認知されるようになったんだ。だけど実はアメリカで売れていなかった頃も、日本では異常なほどの人気があったディープパープル。こうした日本のファンの先見の明みたいなものは、その後チープトリック、ジャパン、クイーン、ボンジョビへと続いていった。チープトリックも昔はなぜか日本だけで大人気。日本限定発売だった日本武道館でのライブ音源を数十枚だけアメリカに持ち帰り、それがアメリカのラジオ番組でオンエアされたら人気に火がついた。その結果、日本限定販売から輸入販売になり、さらには正規にアメリカ版がリリースされ、最終的には全米4位を獲得するほどの大ヒットアルバムになってしまったのさ。それ以来、海外ミュージシャンの間では日本、特に武道館でライブアルバムを出すことは一つのステータスみたいになっているんだよね。そんなの偶然だろ。金がないストリートギャングみたいなロックバンドがたまたま日本でライブアルバムを出したら売れただけだろ。韓国のミュージシャンは歌やダンスの英才教育を受けて、血の滲むような努力をした結果、確かなパフォーマンスを届けているんだぜ。スンミンには何を言っても無駄みたいだね。まあ考え方は人それぞれだから。やれやれという表情のアランとルシアン。そして最後に二人はこう言った。だけど不思議なことに、日本が大好きなミュージシャンって人格者と呼ばれる人たちが多いんだよね。結局彼らは親日家になったきっかけは人それぞれだけれど、その後日本を知っていく上で思いやりや社会の調和を重んじる日本人の考え方に共感したんじゃないのかなって思うんだ。僕たちもそれは同じこと。音楽で売れたいっていうのはもちろん最終目標だけれど、それ以上に日本という国が好きでしょうがないんだ。だから僕たちの音楽を日本人に届けたいのさ。へえ。外国人が日本の音楽を評価しているということは理解できたけど、そんなに日本がいいのか。きっと将来的には韓国の音楽ももっと海外から評価を受けていると思っているよ。まとめ。2022年における音楽市場規模の国別ランキングを見てみると、1位は全世界に占める割合が約 50% のアメリカ、2位は日本、3位はイギリスで、フランスは6位、韓国は7位となっていました。今回のエピソードに登場した韓国人男性は自国の音楽市場の勢いに自信を持っていましたが、実は日本の方が音楽市場の規模ははるかに大きいんです。また様々な規模のライブ会場の多さ、治安の良さや政治的宗教的障害の少なさによるプロモーションのしやすさ、ビザなどの手続きや事務処理の行いやすさなどは外国人ミュージシャンが日本へ来たがる大きな要因。一方で韓国はライブを行える会場が日本と比べて圧倒的に少なく、小規模なライブハウスはあっても、そこからステップアップしていく会場が不足しています。そのため音楽活動の収入だけでは食べていけずに解散してしまうバンドが少なくないんだそう。これらのことからもやはり韓国よりも日本の音楽市場の方が優れているように感じますよね。世界から注目されている日本食。以前行われたジェトロアンケート調査によれば、海外で日本食が人気の理由として味の良さが1位で 24.9%、 次いで安全性を選んだ人が 10.7%、 健康にいいが 10.6% を占めていたそうです。外国人からは日本食は美味しくて安全で健康なものと評されているようですね。世界で高い評価を受けているのは日本人としてとても喜ばしいことですが、
どうやら日本食の評価に納得がいかない国もあるようで、今回ご紹介するのは世界で人気になっていることを誇りに思い外国人に韓国料理を勧めた韓国人のエピソード。彼は日本食より韓国料理の方が健康的だと主張しますが、外国人にはなかなか納得してもらえなかったようです。早速エピソードを見ていきましょう。和食と韓国料理の差に驚愕。僕は韓国人のイアン。世界が最近韓国にとても注目しているニュースを見ると、韓国人ということが誇らしく感じる。だってさ、映画や音楽のエンタメ業界もここ数年世界からかなり注目されているだろう。そして忘れてはいけないのが韓国グルメの存在だ。ビビンバ、トッポギ、韓国チキンは今や世界中の誰もが知っている料理と言っても決して過言ではない。そんな中でも特に浸透度が高いのはキムチじゃないかな。正直世界三大料理よりも優れているんじゃないかって思うほどだよ。日本も和食が世界遺産に登録されたみたいだけど、和食っていうのは様々な料理が集まって評価されたのに対して、キムチは一つの料理だからね。そもそも和食が世界遺産に登録されて韓国料理が選ばれていないのが不思議で仕方ない。だって和食が選ばれたのは大きく4つの理由があるらしいけど、どれも韓国料理にも当てはまるんだ。一つ目は自然の恵みの食材と調理や保存が工夫されていること。二つ目は栄養のバランスがいい一汁三菜。三つ目は旬の食材と季節の飾り付け。そして四つ目は正月などの年中行事の特別な料理があること。これらのことは韓国料理にだって当てはまるよ。韓国料理には唐辛子や薬味野菜が多用されているから体にもいいし、発酵食品が多彩だから保存にも向いている。肉料理を食べるときはサンチュやレタスなどの野菜に包んで食べるサム文化があるから健康的な食生活につながっている上に、野菜摂取量だって世界でもトップレベルなんだ。それに韓国でも主要な名節を陰暦で祝う文化があり、それぞれ特別な料理を準備してお祝いしている。同じような特徴を持っているから韓国料理が世界遺産に登録されるのは時間の問題だと思っているよ。しかも和食というのは恐ろしく敷居が高いと思うんだ。どこの国に行ってもそうだけど、バカみたいにお金を出さないと食べることはできない。それに比べて時を同じく世界遺産に登録されたキムチをつけるキムジャン文化。キムチは誰もが手の届く価格で、その高い健康効果は世界中に知れ渡っているんだ。僕はずっと食に対してそんな考えを持っていた。そして大学生になってドイツへと留学することになり、僕は同じ大学のドイツ人のカールと仲良くなったんだ。そんなある日、彼と韓国の家庭料理の話になってね。そこで僕は、キムチは食べたことあるかい？安くて美味しいよって勧めてあげた。ちょうど朝鮮日報の記事で韓国料理を紹介した記事が載っていたから、それを見せてあげながら説明してたんだ。その記事に載っていた調査内容は、ニューヨーク、パリ、北京など海外の主要17都市の計8500人を対象に行われたもの。韓国料理を食べた経験のある外国人回答者を対象に、頻繁に食べる韓国料理のメニューを調査したものなんだけど、1位は韓国式フライドチキンで 30.0% と最も多く、次いでキムチが 27.7%、 そしてビビンバ、トッポギ、キンパの順だったんだ。個人的に世界ではキムチよりフライドチキンが評価されているのが意外だったかな。さらに外国人が韓国料理にとても満足していることも調査結果から分かったようだ。韓国料理に満足していると答えた人はなんと全体の 94.5% に達したという。韓国料理に関心があると答えた人が 70.2%、 自分の国で韓国料理は人気があるって答えた人の割合も 60% を超えていたというんじゃない。
でも韓国料理の認知度は 55.9% と、韓国料理店を一度でも訪れたことがあると答えた人の割合が 67.0% と並んで、それほど高くはなかったけど、着実に韓国料理が世界に広がっていることはこの調査結果からも明らかだった。それで僕は韓国の代表料理であるキムチについて彼に説明したわけさ。キムチは乳酸菌の数が多い発酵食品なので、腸内環境を整える効果が期待できること、血行促進や代謝を高める効果のある生姜や唐辛子、がんの抑制、中性脂肪の抑制に効果があるニンニクなど、健康効果を得ることのできる多くの食材が含まれていることなどをね。だけどカールと来たら、確かにキムチは美味しそうだけど、ごめん、僕は遠慮しておくよ、なんて言ってきたんだ。彼に理由を聞いてみたら、どうやら韓国料理より日本料理に浸水しているらしい。僕が最近世界で韓国料理が注目されていることを教えてあげたんだけど、僕も韓国料理が世界から注目され始めていることに関しては別に否定するつもりはないよ。ただ世界の料理の中心がキムチ？それはさすがにありえないよ。申し訳ないが、世界の誰もが認めているのは和食だと思う。君はミシュランの星付きレストランは知ってるだろう？もちろん知ってるよ。その星付きレストランなんだけどさ、韓国にはどれくらいあるか知ってるか？32だよ。そうなんだ。まあ栄えあるミシュランだもんね。どの国でも簡単にもらえるわけでもないし、韓国は世界でも上位なんだろ？ちなみにだけど、ドイツは96だよ。とは言っても、もともとミシュランっていうのはフランスの企業だからね。ヨーロッパには多くの調査員がいるから有利であるのは間違いないんだけどね。例えばドイツの場合だと、ベルリンやミュンヘンをはじめとして50位以内に9都市も調査対象になっているんだよ。それに対して韓国はソウルのみだからね。そんな不公平すぎるじゃないか。韓国だって調査範囲を広げればドイツにも負けないはずだよ。まあそう思いたくなる気持ちはわからなくはないけど、ただこのミシュランの星を最も獲得しているのが日本なんだよ。韓国より少し多いけど、日本も調査対象になっているのは東京、大阪、京都、奈良の4都市、中国やアメリカ、それに他のヨーロッパの国と比べると極端に少ないはずなんだけど、その数は4都市の合計で422、2位のフランスが157だから、どれだけ突出しているかわかるだろう。たった4都市で422、そんなバカな数字があるわけないだろう。別に日本や僕の国がお願いしているわけじゃなく、これはあくまで客観的なデータなんだから仕方ないじゃないか。ちなみに韓国の首都ソウルが32に対して、日本の首都東京は201も選ばれている。それだけ和食が世界の人に支持されているってことなんだよ。ソウルと東京にそんな差があるなんてありえない。だけどさ、健康効果っていうことで言えば韓国も負けてないはずだよ。それなんだけどさ、確かにキムチは美味しいとは思うし、外国人で好きだという人もいるだろうね。だけど個人的には健康な食べ物だとは思えないんだよね。これはあくまで僕の個人的な考え方だけど、まず和食では唐辛子を使った料理がほとんど存在しない。日本も昔から唐辛子を使った料理があったことは間違いないのに、なぜなのか。伝統ある文化を大事にする日本が現在唐辛子料理がないことは疑問に思うところだろう。日本人は唐辛子の持つ危険性を知っていたからなんじゃないだろうかって思っているんだ。日本で辛味といえばわさびや和がらし、生姜なんかが挙げられるけど、実はこれらの辛味成分と唐辛子は全然別のものなんだよ。わさびは油中の植物、
油中の野菜には大根やキャベツ、ブロッコリーなどがある。そしてわさびに含まれるメチルスルフィニルヘキシルイソチオシアネートという成分が強い抗酸化作用を持っていてね、胃がんのリンパ節移転由来細胞の増殖を抑えるという研究結果が報告されている。その他にもメチルチオアルキルイソチオシアナートという物質には強い殺菌作用があって、O157 や黄色ブドウ球菌といった食中毒菌に対する抗菌効果や魚介類につく線虫の活動を抑制する効果があることが分かっているんだ。また血栓予防効果があって、これは西洋わさびには含まれていない日本の水わさびだけが持つ成分みたいだよ。さらに生姜に関しても面白い研究結果が報告されているんだよ。肺がんになりやすいマウスを遺伝子的に作り出し、カプサイシンだけを与えたマウスとジンゲロールという生姜特有の成分だけを与えたグループで比較したところ、カプサイシンを与えたマウスが全て肺がんを発症したのに対し、ジンゲロールのグループは半分しか発症しなかったそうなんだ。このほか和がらしの効果も特筆するべきものがある。和がらしというのは菜の花の一種であるからし菜の種が作られていて、これはわさびと同じ油中に属しているんだ。そしてアリルイソチオシアネートという成分には腸管出血大腸菌 O157 などの細菌をはじめ、酵母、カビなどに幅広く抗菌効果を持つ特徴があり、がんの予防やアンチエイジングに関係する活性酸素の働きを抑えてくれる効果があるのではと言われているんだ。それに対して唐辛子に含まれる辛味成分はわさびやからしよりずっと強烈なのにもかかわらず、食中毒菌に対しては全く効果がないんだよ。日本の代表的な料理である寿司を見たらわかるだろう。握りにはわさびがついていて、付け合わせには生姜の甘酢漬けがある。おでんにもからしは欠かせない存在だよね。にもかかわらず日本の料理に唐辛子は登場しないのはなぜかと不思議に思わないかい？これはあくまで僕の仮説ではあるんだけど、日本人は唐辛子が体に与える悪い影響を知っていたんじゃないかなって思うんだよ。そもそも辛みっていうのは痛みの一種なんだ。人間が辛いものを欲するのは痛みに体を耐えさせようとして脳が大量のエンドルフィンを分泌するからだって言われている。つまり味そのものが美味しいというより、その痛みを緩和させるための幸せホルモンに酔ってしまっているということさ。そして唐辛子の主成分であるカプサイシン、これを過剰に摂取するとがんに罹患する危険性が高まるとされている。だから韓国は世界でも突出して胃がん罹患率が高いのかもしれないね。しかし同様に日本も胃がん罹患率が高い国。その理由の一つは毒性の強いピロリ菌によるものとされているけど、刺激物や塩分の過剰摂取も胃がんの発生率と関連があると言われているんだ。日本の場合も塩分摂取率が非常に多いことが胃がん発生率を底上げしているって考えられているわけだよ。僕がキムチをあまり好んで食べようと思えない理由を分かってくれたかな。キムチは唐辛子だけでなく塩分濃度もすごく高い。だけどキムチはあの辛さと食感にはまり、ついつい食べ過ぎちゃうからね。美味しいからキムチを勧めるのなら理解できるんだけど、健康的だという理由でキムチを勧めるのはおかしいと思ってしまう。僕は健康面を意識したいのであれば和食を勧めたいね。健康面で言うとやっぱり薄味の和食に軍配が上がるのかな。これだけ詳しくカールに説明されたら、さすがに僕も食に関しては素直に和食の素晴らしさを認めるしかないなと思ったよ。海外の反応。キムチは好き嫌いが分かれるよね。大好きだけど店で食べる場合に限る。自宅で瓶を開けると本当に臭い。新鮮なわさびを寿司と刺身で食べてから他の加工のわさびはもう食べたくなくなった。
本物のわさびはわさびの味がする。東京ではまずいレストランを探す方が大変なくらい、フラッと入った小さな定食屋でもびっくりするほど美味しい。日本食は健康的なだけじゃなくて味も世界一。健康的な食事が食べられる日本で暮らしたい。日本人は世界で一番長生きする。食事の影響はかなり大きいんだろうね。生姜が体にいいのはありがたい。なぜなら僕は生姜焼きが大好きだからね。韓国料理は店側も客側もコストパフォーマンスばかりを重視して料理の技術には目を向けていない。その一方で和食は料理そのものが技術として探求されている気がするね。まとめ。今年で123年という長い歴史を誇るミシュランガイド。2023年12月5日、ミシュランガイド東京2024が発表されました。今回の日本の掲載点数はなんと504件。2022年が422件だったのを考えると、一気に82件増えたことになり、これは素晴らしい快挙と言えるでしょう。今後も和食の魅力が世界に評価され、さらに世界に広がっていくと嬉しいですね。ただ、エピソードにも出てきたように、和食は味噌や醤油など食塩を多く含む調味料を使用する料理が多いのが特徴です。梅干し、漬物、佃煮など食塩を多く含むものを食べることにより、どうしても食塩の摂取量が多くなりがちになってしまいます。どうか塩分の過剰摂取には気をつけて、他の国にはない魅力ある和食を楽しみたいですね。2023年、4年ぶりにコロナ禍が明けたことで、世界各地にあるあまたの人気旅行先が復活し、世界の各国、並びに観光業者の競争が激化しつつあると言われています。そして今、世界の旅行トレンドにも大きな変化が見られるのだとか。世界最大級の宿泊予約サイト、Booking.com の日本法人、Booking.com Japan 株式会社が実施した2023年の旅行に関する調査によれば、世界の旅行者の 50% が2023年にはカルチャーショックを経験したいと回答。 51% が全く異なる文化や言語を持つ場所へ旅をしたいと回答しています。ビーチを目的とする航空券予約が一番多かったこれまでとは少し異なり、これからはユニークな旅や冒険ができる旅を後押しするようなニッチな体験が人気になるのではないかと予測されているのだそう。また世界の旅行者の 88% は2023年にノスタルジックな旅に行きたいと回答していることから、レトロ映画に登場するような場所を訪れたいと考える旅行者が増えるのではないかと言われています。人々の旅に対する姿勢は変化しており、戦争やインフレ更新、気候変動など混乱した世の中に適応し、今の時代に合った新たな旅の形を模索していくだろうと予測されているのです。世界中のツアープランナーはこうしたニーズやトレンドなどの情報収集を行い、実際に現地で視察調査を行うなどしてパッケージツアーを企画しているわけですが、海外の旅行会社からは日本はどのように見られているのでしょう。今回はアジアへの旅行プランを作るため、中国と日本を視察したフランス人のエピソードを紹介いたします。フランスの旅行会社が中国と日本の宿泊施設を調査した結果、僕はフランス人のアンドレ、フランスの旅行会社で働いているよ。中国や日本、東南アジアなどへの旅行も幅広く取り扱っている大手旅行会社だ。今回、僕はアジアへの旅行プランを立てるため、中国と日本の宿泊施設を視察することになった。フランス人はとにかく旅行が大好きだ。僕だってもともと旅行が好きでこの仕事に就いたわけだけど、
アジアへ行くのは実は今回が初めて。ちょっと不安だったけど仕事なんだから。アジアわかんないな、どうしようなんて言ってる場合じゃない。ここは気を引き締めて、お客様におすすめできる場所なのかどうかをちゃんと見極めなきゃ。僕はまず中国にある話題のホテルを視察した。最先端のテクノロジーが詰め込まれている未来型ホテルということで、メディアにも多く取り上げられたようだ。個人的には SF 映画のような旅行が普及するにはまだ時間がかかるだろうと思っているが、このホテルでは少なくとも近未来的な旅行の前身とも言うべき経験ができるのではないかと期待していた。ただ空港に降り立ち、地図アプリでホテルへのルートを確認して知ったのは、アクセスはかなり悪いということだ。長い時間タクシーに乗り、高いタクシー代を払い、ホテルに到着してチェックインをする際にも厄介な壁があった。このホテルの受付は無人になっていて、事前にアプリに顔写真と身分証明書を登録しておけば、設置されている機械で顔認証を行うだけでチェックインすることができる。ただし、それができるのは中国人だけ。外国人が宿泊するためには別の手続きも必要だし、機械はその手続きには対応できないから、スタッフが出てきてチェックインを手伝うことになる。結局アナログなんだよね。だけどようやくチェックインが終わり、エレベーターに乗る時になって、僕はやっとワクワクしてきた。エレベーターのパネルに自分の顔が映し出され、各階のボタンが押せるようになるんだ。ルームキーもなくて、顔認証で部屋のドアが開く仕組みになっていて、ドアの前でロックが解除された瞬間、おおと感激してしまった。ホテルの廊下ではロボットが動き回っていた。ルームサービスを頼んだらロボットが持ってきてくれるらしいから、ぜひ後で体験してみようと思ったよ。部屋にはカーテンの開閉や照明の調整を音声で指示できるスマートスピーカーが設置されているんだけど、フランス語で話しかけたところで何も反応しない。英語でもダメだったな。中国語のみ対応みたいだ。室内はパッと見は清潔なんだけど、細かい汚れが僕は気になった。シーツや椅子の汚れは気分をめいらせる。部屋の隅にはホコリが溜まっているし、カーペットも張り替えた方がいいんじゃないだろうか。部屋にはなぜか冷蔵庫がなくて、何杯かのコーヒーやお茶は飲めるようになっているんだけど、トレーに置かれているコップは清潔なのか疑わしかった。ここに来るまでに中国のホテルについていろいろ調べたけど、衛生面に関して問題があると指摘されたこともあるらしいね。過去に政府の衛生管理部門から厳重注意を受けたのだとか。客室清掃員が部屋を掃除する際、トイレ、床、コップ磨きをすべて1枚の雑巾で行っているとか、トイレ清掃用のブラシでバスタブも清掃しているとか、タオルやシーツも使い回しているなんて事実が明るみになり、大騒ぎになったそうだ。しかも複数の5つ星ホテルでそんなことが行われていたというから、この時僕が部屋のコップを警戒したのもわかるだろう。全てのホテルでしっかりと改善され、もうこんなことは起きていないことを願うが、室内のちょっとした汚れを見るとやっぱり安心できないと感じてしまう。ただこのホテルのアイデアはとても素晴らしいよ。ロボットが持ってきてくれると思ってルームサービスを頼んだのに、人間のスタッフが料理を持って現れた時には悲しくなったけど。ホテルにはショッピングモールや様々なレストランも併設されていて、全てがキャッシュレスだから快適に買い物や食事を楽しめる。とはいえ、フランス人がこのホテルを十分に満喫できるのかは疑問だ。ホテルのテクノロジーは驚くべきものだが、中国語が話せず、中国の身分証明書も持たない外国人である場合、ホテルならではのテクノロジー体験はかなり制限される。衛生面から見ても、中国のホテルに宿泊することにはリスクがあると感じてしまうな。これからどんな発展を見せるかはわからないが、今の時点では、大事なお客様に勧められるようなホテルではないと判断できるだろう。中国での視察を終えて空港まで戻り、
僕が次に向かった先は日本だった。うちの会社でも独自のアンケートを取っているんだけど、日本は訪れたい国地域のトップ5に選ばれている。近年フランスではバカンスシーズンの行き先として、アウトドアでアクティビティのできる場所やビーチ、田園地帯などが好まれていてね、日本の豊かな自然を堪能したいと思っている人も多いんだ。日本に住んでいるインフルエンサーたちが発信する美しい日本の風景を見て、みんな日本の都心部だけじゃなく田舎にも興味津々ってわけだね。日本の宿泊施設は実に多種多様だ。カジュアルなビジネスホテルから高級ホテル、旅館、民宿、ペンション、ユースホステル、ゲストハウスなどなど。そうだ、カプセルホテルなんていう日本発祥のものもあるよね。僕からしたら日本のカプセルホテルの方が SF 感があるよ。あのカプセルは宇宙船の中で寝てるみたいに見えるよね。いつか経験してみたいな。まあそれは置いといて、ここ最近フランスで注目されているのが伝統的な日本家屋の宿だ。都会を離れた田舎の古民家などに泊まり、伝統の残る日本の生活を体験してみたいと考える人がたくさんいるんだよ。今回僕が視察することになったのは、兵庫県という場所にある古民家をリノベーションした宿泊施設だ。タクシーに乗り、宿に近づくにつれて、僕は辺りの風景に釘付けになった。森に囲まれた田園風景が広がっていて、子供の時に見たスタジオジブリの作品、隣のトトロを思い出したよ。この景色を見たら、フランス人の誰もが僕と同じことを思うんじゃないだろうか。その前にいたのが、近未来館の演出にギリギリ成功しているような、どこか閉鎖的な雰囲気もある中国のホテルだったからね。僕の感動は余計に大きかった。危うく仕事を忘れかけてしまうところだったが、細かいところまでちゃんとチェックしないとね。僕は改めて自分に気合を入れ直した。僕が泊まる古民家はかなり歴史ある建物に見える。相当古いはずだが、部屋やトイレ、お風呂などはちゃんと清潔に保たれているのだろうかと疑った。しかしその心配は全くの杞憂だったね。古民家の良さを十分に残しながらも、内装はスタイリッシュで古さを感じさせない。何もかもが清潔で完璧に見えた。トイレもピカピカだ。ちなみに中国のホテルの共用トイレは臭かった。だけどこれに関してはフランスも他国のことは言えないんだけどね。フランスのトイレだって綺麗なわけではないからさ。チェックインの際のスタッフの対応も丁寧で素晴らしかったよ。ウェルカムドリンクとして出されたお茶とスイーツがめちゃめちゃうまかった。スイーツは村の人の手作りなんだそうだ。スタッフは決して流暢に英語を話すわけではないが、コミュニケーションには問題がないように感じた。スマホの翻訳機能なんかも活用しながらいろいろと説明してくれるから、英語ができないフランス人でもいけるんじゃないかな。とにかく宿泊施設としてのクオリティの高さに驚いてしまったね。建物は築150年だそうだ。周囲には特に観光施設があるわけではない。あるのは美しく伝統的な農村風景と里山、そしてまるで家族のように温かく接してくれる地区住民の人々。魅力的なアクティビティもたくさん用意されている。ピザ窯を使ったピザ作りや、野菜や果物の収穫体験、サイクリングでの村の散策、五右衛門風呂という昔の日本人の入浴スタイルなども体験できるんだ。村全体が宿泊施設になっているといった印象で、宿のスタッフだけじゃなく村の住民みんなで宿泊客をもてなしてくれる。日本の文化にどっぷりと浸かれるようなこの宿は絶対にフランス人に受けると確信した。宿には自炊できる設備が整っているが、近くには2つのレストランがあって、そこでランチやディナーを楽しむ宿泊客も多いらしい。一つはそばがメインの日本料理レストラン、そしてもう一つがフレンチレストランだ。どちらのレストランも宿と同じように古民家をリノベーションしている。
今回は日本料理レストランが視察の対象になっていたんだけど、フレンチレストランも興味深かったな。日本の伝統的な建物とフランス料理の融合にはとても興味をそそられた。バジェットさえ決まっていなければこちらのレストランにも行ってみたいところだったけど、プライベートじゃないんだから仕方ないよね。日本料理レストランは素晴らしかったよ。懐石料理というスタイルで、フレンチのコース料理のように前菜から始まり、一品ずつゆっくりと味わいながら食事を楽しめる。すべての料理が美しく、味も完璧だ。そばも絶品だったな。フランスでもそばを食べられるレストランはあるが、日本で食べるそばは何倍も美味しいと感じる。そば粉が違うのか水が違うのか、おそらくはその両方かもしれないが、感じられるそばの風味が信じられないくらい良かった。もちろんそばを打つシェフのスキルもものすごい高いんだろう。業にいれば業に従えで、日本人のようにそばを勢いよくすすってみたかったんだけどね、全然うまくいかなかった。難しいものだな。僕が仕事で日本へ行くと言った時に、日本の食事は美味しいけど量が少ないらしいよって言ってた友人がいたが、そんな話は大嘘じゃないかと思った。食事を終えた時、僕はお腹をさすりながら幸せな満腹感に包まれていたよ。レストランの視察を終えて宿に戻った僕は、すこぶる居心地のいい寝室にある恐ろしく寝心地のいいベッドに横になり、明日の朝食に思いを巡らせていた。僕が宿泊しているプランには朝食がついている。この古民家で出される朝食はどんなもので、そしてどんな味がするのか。なんとこの古民家ではね、村の人が朝食を作りに来てくれるそうだ。宿の設備を使って朝食を作ってくれるから、出来たての料理が楽しめるというわけだ。翌朝、扉を開けて外の美しい景色を眺めていたら、村の人が本当に朝食を作りに来てくれた。作っている姿が目の前で見られるのがいい。フランスのマダムが喜ぶこと受け合いだ。手元しか撮らないから作っている様子を撮影してもいいだろうかと聞くと、心よく OK してくれたよ。地元の食材を使って作られる料理の数々はどれも本当に美味しそうだった。いい匂いが部屋いっぱいに広がって幸せな気分になったな。食べてみたらもう言葉も出ないほどの絶品で、僕は黙々と料理を口に運んだ。土鍋と呼ばれる日本の調理器具で炊いたお米が信じられないほど美味しくて、いくらでも食べられるんじゃないかと思ってしまったよ。中国のホテルで食べた何の変哲もない朝食ビュッフェをちらりと思い出しながら、僕は日本の宿の本気のおもてなしの凄さをひしひしと感じていた。これは自信を持ってお客様におすすめできる宿泊施設だ。田舎だから多少移動に時間はかかるが、この素晴らしい自然の景観と静けさ、日本らしい雰囲気を堪能できるなら何の問題もない。この宿の宿泊料金は決して安くはなく、高級ホテルに匹敵するほどの価格帯にはなっているが、それが間違った価格設定だとは全く思わなかった。それだけの価値があると十分に感じる。おそらくプランを作る場合、ターゲットは富裕層になるだろう。彼らはいい旅になるのであれば、お金を使うことは厭わない。フランスでは日本旅行のリピーターがとても多いんだけど、今回こうして実際に視察してみて、その理由がよくわかったね。僕だってフランスに帰国した後、プライベートの旅行でもう一度日本を訪れたいという思いが日に日に強くなってる。仕事抜きで日本を満喫してみたいんだ。もっともっと日本の食や文化を体感してみたい。そしてその経験がきっと仕事にも生かされていくことになると思うな。エピソードは以上のような内容になっていました。旅館をはじめとした日本独自の宿泊施設に関心を寄せる外国人は多いようで、関連投稿には海外から様々なコメントが寄せられていましたから、そちらもいくつか紹介いたしましょう。
海外の反応。日本に行ってみたいけど何も理解できなかったり、うっかり伝統を無視してしまいそうで怖いんだよな。来年北海道へ行く予定なんだ。その時に旅館に泊まろうと計画している。だけど日本語がわからないからちょっと心配。ホテル業界で働いているから、世界中の高級ホテルがどのようにお客さんをもてなすのかとても興味がある。日本の宿泊施設の動画を見たら、自分もお客さんを完璧にもてなすように頑張ろうって気にさせてくれたよ。日本の旅館は死ぬ前に行くべき場所リストに加えてある。ぜひとも訪れないと。布団は今まで寝たベッドの中で一番最高だった。冬だったから快適で暖かくて、まるで雲の中で寝ているようだったよ。旅館なんかは高いけど、それくらいの価値があるからおすすめするよ。コメント欄では、高級旅館はホテルよりも高いが、いい経験ができることは間違いないといった話題で盛り上がっていました。日本の伝統的な建物、衣服、食事、おもてなしなどに興味のある外国人は非常に多いようですから、エピソードに登場していたような古民家宿が海外から注目されているのもうなずける話ですよね。まとめ。近年、日本では都市部への一極集中や高齢化などの影響により、地方の空き家問題が深刻化していると言われています。このような背景の中で、現在政府が推し進めているのが、歴史的資源を活用した観光まちづくりなのだそう。古くからその土地に住む地域の人々と、外部のさまざまな専門知識を持った事業者とが一体となって地域再生に取り組み、観光による交流人口の拡大を通じて限界集落を再生させようというわけです。全国各地で使われなくなった古い建物がレストランや宿泊施設として復活しており、古民家ステイは外国人観光客だけでなく、日本の旅行者からも大変注目を集めているのだとか。観光施設もコンビニもない田舎へ、長い時間をかけてたくさんの人が訪れ、今後もそれはますます人気が高まっていくと考えられているのです。もしかしたら現代では、何もないことを楽しむということが最高の贅沢になっているのかもしれません。興味がある人は宿泊先にこういった古民家を選び、ゆったりとした時間を過ごしてみてはどうでしょう。かけがえのない素敵な経験ができるのではないでしょうか。いかがだったでしょうか。よければコメントで感想を教えていただけると嬉しいです。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。